でも本当にね、もう私もおかげさまで一番最初にですね、本名の青木香織という名前でデビューをしてからですね、速達という歌にデビューをさせていただいてから、なんと今年は25周年なんです。知ってました？ね、もう香織ちゃん遅くなってごめんねじゃないですけどね、もう早すぎる、なんかね、月日で。そうなんです。それで、ちょうどですね、約13年ぐらい前ですかね、レコード会社を移籍させていただきまして、そこで新規点もう一度歌手として頑張ろうと思いまして、芸名を読売巨人軍、終身名誉監督の長嶋茂雄さんに山口香織とご命名いただきまして、それで月の砂時計という歌で再デビューをさせていただきました。そうなんですね、本当にね、もうその間にね、お嫁にでも行けばよかったんですけどね、もうそういう暇もなくと言いますかね、もう歌ばっかり歌ってきましてね、もうついついばっかり忘れちゃいましてね、本当、ね、もうね、ふって笑ってますけどね、はい、ね、まだ大丈夫かしら、ね、はい、ね、もうここまで来ましたらね、もう意地でもですね、頑張って、はい、歌い続けて、はい、そしてですね、いつか大ヒット曲、ね、もう年末は皆様、紅白って、ね、よく目指されるんですけれども、まあ、紅白もね、本当に演歌枠が少なくなってきたのでね、はい、今はもう NHK の番組の方に出演させていただけるだけで、本当に幸せだなという気持ちで、はい、頑張っていけたらなって思って。